I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. あの子、さっきからすごく戸惑っているみたいだけど、このこと、ちゃんと説明したのか？あ、ゴールデンマニアックスっていうのは、あの子の見た目から連想したニックネームで、ゴルマーニっていうのは、それをうまいこと短くした省略形で、そうじゃなくて、この特訓のことだよ。
説明してない？やだもう、先に言ってよ。君ってば全然喋んないんだもん。実は君にバトルの腕を上げるための特訓に付き合ってほしかったんだ。強くなって悪いハッカーたちに立ち向かうためにね。それだけじゃないわ。この特訓の狙いはただ単純に強くなるためだけじゃない。デジモンとの絆を深め、友情を確かめ合うためのもの。言うなればこれは、オンス時として面倒なこの一つの力で、ハッカーにこき使われてるデジモンを助けて、私たちリルリオンズはこれから、ラブラブデジモン絆なる作戦の結果を宣言する。アッキーヌさんの勢いと熱さによって形作られた強引な寄り切り演説。津波のような勢いに翻弄されるのがだんだん楽しくなってくる。これがカリスマというものですね。あなたはユーゴ。それが君の理想か。そしてこのハッカーたちが。何しに来たの？サクソンのリーダー自らリベリオンズを潰しに来たってわけ？君たちが僕らザクソンを脅かす存在なら、それも選択肢の一つになったかもしれないけど、その様子じゃ、当分相手にする必要もなさそうだ。なんでして？私たちが全然まだまだだって言いたいわけ？何よ、その上から見せ。なんならやってみる？私たちの力、試してみる？まあ確かに、この前はあのフェイってやつに手も足も出なかったけど、バカにされて黙ってるわけには。でもノキア、こいつ悪いハッカーじゃないんじゃ。なんだかそんな気がする。君のデジモンはよく喋るな。ユーゴ、あんたもハッカーチームのリーダーならみんなに伝えてよ。デジモンはただのプログラムじゃないって。僕が今ハッカーたちに伝えなきゃいけないのはまた別のことだ。さっきの君の演説、参考になったよ。ノキア、僕は僕の。待ちなさいよユーゴ。あなた何か企んでるわけ？ねえ、ちょっと！我々ハッカーの手で
我々の理想郷を取り戻すんだ。我々ザクソンは今より聖地アンダーゼロの奪還を宣言する。志を同じくする者がいるならば目指せアンダーゼロ。あらあら、いい感じで動いてくれてるじゃない。あなたがいい具合に追い詰めてくれましたからね。あとは彼女がうまくやってくれるでしょう。彼らの達成感を満足させられるレベルにセキュリティのレベルを下げておきます。これでうまくゴールまでたどり着いてくれるはずです。さすがはアケビちゃん、サクシね。けどよかった、あの子のこと追い詰めすぎて逆に心が彼らのような若者たちの情熱を刺激するには、権力からの圧力、家族の信頼、そして絶望、若者は素晴らしい、鬱屈された社会からのファーストレーション、夢、希望、そこに絶望という圧力が加われば加わるほど、みずみずしい情熱へと昇華させることができるのです。眩しいですね、目がくらみますね。悪役っぽい雰囲気出ましたかね。私、あけみちゃんのそういうと、さてと、あとはあの子たちが思いっきり暴れてくれることを期待しましょう。私の手の上で、で、その特訓とやらで結局朝まで付き合ってたってわけか。お人よしにもほどがあるぜ、オタク。あいつに付き合ってたら時間がいくらあっても足りねえ。振り回されて痛い目見るなんて俺ならごめんだね。そのことで随分騒がしくしてるみてえだな、ハッカーの連中は。あらた知ってたの？なんだか。はぁ、あ、聖地だ？バカバカしい。あん。けど、聖地を取る権利、私たちリベリオンズの中にも。リーダーがリーダーだからな。たっき。ねえ、私たちもアンダーゼロに挑んでみない？力試しっていうか、そこに山があるから登るっていうか、壁があるからぶっ壊すみたいなさ。それにほら、せっかくテイマー集団を結成したけど、私たちの知名度はまだまだでしょ。ザクさんが目標にしてる、あ、そしたら私たちの…やめとけ。あそこは、オタクラみたいな素人が到達できるような…素人とは何よ、私たちだって…いいもん、私一人で行くもん。絶対ザクソンより先に攻略してやるんだから。放っておけよ。勝手に突っ走って痛い目見りゃいいんだ。もうちくしょう。仕方ねえ、追いかけるぞ。
アンダーゼロはヤバすぎる場所なんだ。また、あの時みたいになったら。とにかく、ノキアを追うんだ。俺はちょっくら仕込みをしてから行く。エデンで落ち合おうぜ。
仕方ねえか。みんな急いで。行くぞみんな。急げ、逃げるぞ。仕方ねえか。急げ、逃げるぞ。後悔するぜ。一旦引くぞ。無理しちゃダメだよ。みんな急いで。無理しちゃダメだよ。一旦引くぞ。無理しちゃダメだよ。ここは逃げるよ。Thank you.
行くぞみんな。ここは逃げるよ。行くぞみんな。急げ、逃げるぞ。仕方ねえか。ここは逃げるよ。行くぞみんな。みんな急いで。この先がアンダーゼロみたいね。ユーゴたちはきっともうたどり着いてるわ。急ぐわよ、リベリオンズ。ゴーバイ。嫌がったな、暴走。は、君。新た、君たちも一緒に来てくれるのか。あんたたち、何よ。今更どの面下げて。
人で盛り上がってんじゃねえよ。俺はオタクをアンダーゼロに近づけたくねえだけだよ。うわっ！そう。ジャジャエンの骨付き馬肉だ。ジャジャエンの馬肉？選ばれたセレブしか食べることが許されないレジェンド級の肉だ。うわ！食いたいか？食いたいよな。そーら、やった！うわちょろいな。これだから単細胞の集まりだって言うんだよ。さてと。ここまで来たからには行くしかねえよな。ついでに、ユーゴとザクソンの連中も止めてやるのさ。のう、付き合ってくれるだろ？そうくなくっちゃな。無理しちゃダメだよ。みんな急いで。ここまでたどり着けたハッカーはこれだけか。思っていたより少ない。途中であの不細工の声がしましたわ。おそらくあいつに足止めされてるに違いますやろうか。さあ、ユウゴハン、これが最後のセキュリティです。このセキュリティを破り、僕はエレンの真実を手に入れ、ユーゴハンならきっとハッカーの、いや、エデンのリーダーになります。エデンのリーダーだ？笑わせんじゃねえよ。おやおや、誰か思ったら柔道の元リーダー、アラタさんやないの。確かアンさんのチームは昔、このアンダーゼロに挑んで、負けて、惨めに解散したんちゃいますの？へぇ、よく知ってる。負け犬は大人衆、尻尾を巻いてとっとと消えてた。確かに俺たちは負けたさ。セキュリティを破ったチョコ俺たちは、あれは。仲間の何人かが無事だった仲間も、あっ、俺は警告に来たんだ。仲間を危険な目に遭わせたというのは、アンダーゼロに近づく。その話は真実だという証拠はどこにある？君が僕たちの身を案じて。本当はノキアのアホを止めに来たんだけどよ、目の前でオタクらがあいつの餌食になるの黙って見てるのが、なんだか気分が悪いだろ。それが本当だとしたら、僕にはやめられない理由がある。たとえリスクが伴おうと。さあさあ、余計なおせっかい焼きの出番はこの辺で終わりにしましょう。その幸。俺たちが二人で来たと思ってんのか？黙ってて悪かったな。こいつらは昔の俺の名。かつてアンダーゼロを破ったメンバーが。元伝説のハッカーチームを倒して、名実ともにエデンの頂点取ったりますぜ。
ため、人のため、デジモンのため、のさまる悪を退治する。その名もリベリオンズ。デジモンと人類をつなぐ希望の架け橋、ただいま誕生。元伝説のハッカーチームだとか、エデンの頂点とか、私がいないところで話を勝手に進めないでよね。デジモンをこき使うハッカーども、デジモンたちはただのプログラムだから、今すぐデジモンを解放。相変わらず空気を凍らせ、どうやら聞けない事情があるな。ほな簡単な話やわ。最後に立ってたチームが勝者。仕方ねえ、付き合ってやるぜ。行くわよ、絶対に負けてなくやらないんだから。いざ突撃。俺が勝った、おとなしく言うことを聞いてもらう。いいな。いいさ、僕が負けるとは思う。思いのほか口の減らねえやつだぜ。君の方こそ。さあ行こうか。なかなかやるみたいだね。お前もな、
君のような旧タイプのハッカーにはデジモンプログラムは使いこなせないと思っていた。ことデジモンに関しちゃリーククラスの専門家がいてね、持つべきものはってやつさ。それに何かとうるさいやつもいるしな。だからデジモンはプログラムなんかじゃないって何回説明したらわかんのよ。そんなこといくら説明されたかで興味おまへんな。わっちの興味はただ一つ、ユーゴこそワッチのすべて。ユーゴをすること、それがワッチの命の使い方です。ワッチが欲しいのはユーゴ派。意外と一途なのね。お彼女今一つ気づいたこと。ワッチとアンさんよう似てるみたいですな。何を急に。やめてよ、そういうこと言うの。盗賊剣を。え、盗賊。おしゃべりはしないや。言うてもこの前の時とそこまで変わってるとは思いません。特訓して絆を深めて力をつけたもん。この前しやったら誕生を楽しませておく。ぶっ壊れておくんなまし。一気に決め。何が特訓や、何が絆や、口ほどにもあらしまへんな。これで終わりや。マッハシンガービクトリー。終わらない。私たちの温泉卓球はカラオケオールはラブラブデジモン
だはオメガ。友との確かな絆に今答えよう。そうベイ、今度はさっきみたいだ。その身で味わえ。何にせよ、勝負あり、みてえだな。それとも、どうして邪魔をするの？おいおい、なんだよ、き。はいはいはーい、ご苦労様。あよくが、リエさん。あとはもう休んでてくれていい。ここにみんなを連れてくるの、筋抜き通り。なんだこれ、どうなってる。ハッカーちゃんたちってば、手のひらで転がされてる。あなたたちの無事繋がったようだな。しかし、どうやらそう長くは話していられないようだ。どうなってるんです？これって一体何者かによって、そのエリアに高密度のデジタルウェーブが流し込まれているらしい。何者かって、打開策は至ってシンプルならば、デジタルウェーブを流し込んでいる。そうすればイーターがこれ以上現れることはないだろう。簡単に言ってくれるよな。私、そもそもこの状況がよく分かってどうなってんの？助けて！なあ、ピーピーうるせえな。事情は後で説明してやって。君たちはそんな状況下にあっても、いつもと変わらぬペースでいた。少し安心した。君たちなら、そのピーを切り抜けて特製ブレンドを入れてっている。特製ブレンド、つったか？デジトウェーブの流入口、あれみたい。とりあえず今は一時。リエさん、なぜ今はそんなこと気にしてる場合じゃないでしょ。その通り。このままイーターが増え続ければ我々も危ない。ガルル・グレイも何か手はない？ガルル・グレイ、うん、私はオメガン。そう呼んでくれれば。ああ、呼び名なんてこれこそ今どうだっていいだろう。おい、何かいい手があるのか。リーダーたちは高密度流入口の他にデジタルウェーブを流し、よし、私が塞いでこよう。二人ともそれまでノキアを頼む。リーダーから守ってやってく。仕方ねえな。来た。
たわよ。行くぜ。厄介だな。この数はヤバそうだな。どうすんのよ。え、嘘、ユーゴ？嘘だろ。だってユーゴはここに。そんな、兄さん。イーターが逃げていく。やっぱり今のはユーゴ？ユーゴが二人？二人がユーゴ？それってどういうこと？兄さん？これは姉さん？何を？いや、このタイミングでログアウトだと？事態は急…まあ何はともあれ、君のデジバイスのひとまず探偵事務所へ戻って、君が興奮状態にあるのはよくわかった。しかし、すごい…わかんねえことだらけだけどよ、はっきりわかったぜ、誰が敵なのかはな。それで、どうするの。もてあそばれて、誇りを踏みにじられたんだ。新た。じゃあな。
私はオメガモン。ロイヤルナイツの一人だ。ああ、そうそう。君に話さなければいけない。私はオメガモンへと合体。話さなければいけないと、なんだかよくわからないけど、ノキア、デジタルワールドだけではなく、君たちを、今まで以上の。当たり前じゃない！たとえ世界中が敵になったって、このノキアの心が死なないか。ノキア、ありがとう。やはり君は。よーし！アホ。そないなセリフ、融合、腰親から。